合わせて20人が死傷し、広範囲に被害が出ている郡山市の爆発事故。福島大学の共生システム理工学類の学類長で、危険物やエネルギーなどに詳しい佐藤道夫教授は次のように話します。やはり可燃性のガスがある程度の濃度の範囲の幅の中で空気中にあって、でそれにもし何かの火種があると、まあ、本当に短い時間に燃焼する、まあ、爆発という状況が起きますので、そういったことが不幸にも起きてしまったんじゃないかと思います。さらに火がついたきっかけについては次のように推測します。どうあるべきかとか、今回入室されたら時間と爆発時刻がほぼ一緒ということですので、例えば電気のスイッチを入れたとか、何かの確認のためにブレーカーを上げたとか、このようなことがきっかけになったんじゃないかなと思います。また現場にあったプロパンガスのボンベ3本に漏れが見つかったことについても慎重な見方が必要だと話します。プロパンガスは屋外に置かれてますので、まずその3本分の破損については爆発で損傷した可能性も強いですので、3本分が全部漏れてしまってそれが爆発したというふうに単純に考えることはできないと思います。